自分の努力をしない。危ない危ない。やあ皆さんこんばんは、イムロエイスケです。このチャンネルでは日本の未解決事件、解決済みの事件も含めて、様々な事件の検証や考察、紹介をしてまいります。それでは始めましょうか。岩井市女子高生殺害事件。親友をいじめから守る優しい性格で、誰からも愛されていた女子高生、その彼女が、なぜ首を絞められなければならなかったのか。被害者と一緒に目撃された似顔絵の人物は一体、何者なのか。また被害者の関係者たちに浮上した心理的行動の矛盾、そして被害者の唯一無二の親友が熱き思いを当チャンネルで独占告白、被害者の親友だった女性からの有力な情報提供を受けて画像や音声を大幅に追加し、本件を完全にフルリメイク、イムロエイスケが徹底的に再検証し、本件を追う様々な謎に鋭く切り込む。事件の概要。岩井市女子高生殺害事件とは、2004年平成16年6月20日日曜日午前6時40分から午前6時50分ごろ、茨城県岩井市現坂東市利根川沿いにある長須地内農道横の排水路脇草むらにおいて、佐島町に住んでいた茨城県立岩井西高校1年生の平田恵里奈さん当時16歳が意識不明の重体で倒れているのを、たまたま付近を車で通りかかった岩井市在住の男性会社員 K さん当時50歳が発見。その後搬送先の病院にて死亡した未解決の殺人事件。2004年6月19日土曜日14時ごろ、エリナさんは高校の友人女性 A さんと女性 C さんの3人でサイゼリヤ岩井店で談笑しながら会食。6月19日14時37分、エリナさんは C さんが所持していた携帯電話のカメラ機能で A さんに写真を撮影してもらう。この撮影時にエリナさんは赤と黒の携帯ストラップを着用していた。なお、サイゼリヤ岩井店内で C さんが席を外した際、エリナさんが A さんへ、C にお金を数万円貸してて帰ってこない、との金銭トラブルを相談していた。6月19日15時過ぎから16時ごろ、エリナさんと A さんは C さんと別れて A さん宅で過ごす。この A さん宅で、エリナさんは首にかけていたストラップを外して、新しいやつを買ったからいらないと言ってゴミ箱に捨てていた。なおエリナさんが廃棄したストラップは A さんが大切に保管していて、本件発覚後すぐに茨城県警へ提出され、後に奇跡の扉テレビの力でも紹介された。6月19日17時過ぎから18時ごろ、 A さんと一緒に過ごしていたエリナさんが弟や妹の世話をするために帰り支度をする。この時エリナさんは笑顔で A さんに、また明日ねと A さんと翌日にまた会う約束を交わした。しかしこれが A さんがエリナさんと交わした最後の会話となった。6月19日19時頃、エリナさんが A さん宅から自転車で 12km かけて自宅へ到着。その後は幼い弟や妹たちと一緒にテレビを見たりお菓子を食べたりして過ごす。6月19日21時頃、エリナさんが自宅にいるのを自警当時18歳が確認。6月19日23時頃、エリナさんが兄弟には気づかれずに自転車に乗って外出。なお6月19日23時にエリナさんがサイゼリヤ岩井店に入店したとする事件考察系 YouTuber の動画があるが、エリナさんの親友である A さんに確認したところ、そうした話を A さんは承知しておらず、週刊誌や新聞記事を読んでも全く掲載されていなかったので、当チャンネルでは A さんや既存の情報、移動距離における時間などをもとに
本件の時系列を詳細に形成していく。6月20日日曜日午前0時頃、自宅から自転車で 12km かけて昨日も訪れたファミリーレストランサイゼリア岩井店へ一人で入店する。ここでエリナさんは A さんを介して知り合いになった別な高校に通学している友人女性 B さんへ、一人でファミレスにいるから来ないと自身の携帯からメールを送信。6月20日日曜日午前0時30分頃、ほどなくして B さんがサイゼリア岩井店へ来店。エリナさんと B さんはピザと飲み物を注文して約1時間ほど食事をしながら談笑する。なおこの間にエリナさんは兄弟や友人に対し二十数回にわたってメール送信や電話をかけている。 A さんが聞いた B さんの証言によると、エリナさんが連絡を取った相手がはっきりわかった人物はエリナさんの時系と C さんだったという。午前1時36分、エリナさんと B さんがサイゼリア岩井店を退店。エリナさんが店員から受け取ったレシートに同時刻が打刻。午前1時42分頃、エリナさんと B さんの2人はサイゼリア岩井店の向かいにあるコンビニエンスストアデイリー山崎岩井公民館前店に立ち寄り、エリナさんがプリペイド式携帯電話のカードを購入しようとするも、このデイリー山崎には置いていなかった。午前1時50分頃、エリナさんは B さんと2人で近くにある八坂公園に移動。午前2時50分頃、エリナさんと B さんは八坂公園内の公民館側にある椅子に座っていたが、エリナさんが C さんと携帯で通話する。その内容は A さんが B さんから聞いた証言だと次のようなものであった。もしもし、どこにいるの？今八坂にいるよ。私も B も八坂にいるよ。じゃあこっちに来て合流しようよ。わかった。午前4時ごろ、1時間経過しても C さんが全く来なかったので、エリナさんは B さんと一緒に八坂公園から立ち去る。午前4時5分ごろ、エリナさんたち2人はデイリー山崎公民館前店に戻るが、 B さんが親がもう起きるから帰ると言ってエリナさんと別れる。 A さんの話によると、 B さんはこの時エリナさんが心細そうな表情をしているように感じたという。午前4時8分、エリナさんはデイリー山崎公民館前店に入店。ここでおにぎりと缶コーヒーを購入。午前4時22分、エリナさんが再びデイリー山崎公民館前店へ入店。エリナさんはこの時に刃渡り約3センチメートルのナイフにライトやベンチドライバーなどがついたキーホルダー型工具を購入している。午前4時42分、エリナさんが見たびデイリー山崎公民館前店に入店し、雑誌売り場付近の床に座り込んで携帯を操作し始める。午前5時前、エリナさんの行為を見かねたデイリー山崎の店員がエリナさんを注意。エリナさんが同店を退店。午前5時7分ごろ、エリナさんはデイリー山崎公民館前店から約600メートルほど離れた別のコンビニエンスストアであるマスイへ移動。午前5時10分ごろ、コンビニマスイ前に置いてあるベンチでエリナさんが寝ている姿を新聞配送業者の男性が目撃。エリナさんはトラックのライトをまぶしく感じたのか、手で顔を隠すような仕草をしていたという。なおこの麻酔は深夜営業なしの午前6時から開店する個人経営のコンビニ店で、この時点ではまだ閉まっていた。この間にもエリナさんは友人たちに今家に着いたなどのメールを送信している。午前4時過ぎ、時間不明、エリナさんの高校の同級生である友人女性 D さんがエリナさんと接触したと証言。この事案については茨城県警も D さんへ事情聴取済みだが、その詳細は全く不明。午前5時30分ごろ、麻酔の左隣に住んでいた麻酔のオーナーの母親当時74歳がバタバタというスニーカーで地面を踏みつける足音らしき音を聞いたと証言。なおオーナー夫妻は自宅兼コンビニ仕様だった麻酔2階で就寝中で、当該足音には全く気がつかなかった。午前5時45分、
若い女性が運転する白い軽自動車が麻酔の駐車場に停車。エリナさんらしき女性が当該車両の助手席へ乗り込んだのを、静岡県から仕事で出張していて麻酔の近隣旅館に滞在中だった男性が目撃。男性は麻酔が24時間営業だと勘違いして新聞を買いに行ったが、店が閉まっていたので時計を確認。時間は午前5時45分を表示していた。なお、エリナさんの自転車については不明と証言。また、男性によると目撃した若い女性らしき人物の特徴は、年齢が18歳から35歳で髪は金髪に染め、服装は黒のジャージを上下に着ていた。そして、エリナさんが乗り込んだ軽自動車は、白のダイハツミラ、TRWX か、スズキアルトで、八坂公園がある方向へ走り去ったという。午前5時45分から午前5時48分、エリナさんの携帯から計3回にわたって110番に通報されたのが、茨城県水戸市にある茨城県警察本部通信指令室に記録される。なお、当該110番の通報内容については氷室英介の考察の時間で検証する。午前5時50分ごろ、出勤してきた麻酔の女性アルバイト店員が駐車場に置かれていたエリナさんの自転車を発見。エリナさんの自転車は駐車場の中央部付近に無造作に置かれていて、店員は車を駐車するのに邪魔な位置だったので移動した。なお、自転車には後輪に鍵がかけられていて、もう一つのチェーンの輪やプリペイド式携帯電話の課金カードが前かごに入れられてあった。午前6時ごろ、白い車が岩井市利根川沿いにある長須地内農道から県道162号線方面へ走り去るのを散歩中だった女性が目撃。女性はこの白い車が自身を追い抜いていったことで覚えていた。なお、同時間帯の長須地内農道におけるこの白い車の目撃情報は他にも寄せられた。6月20日午前6時40分頃、麻酔から約700メートル離れた利根川沿いの草むらで、エリナさんが意識不明の状態で倒れているのを、当時岩井市に在住していた男性会社員 K さん、当時50歳が発見。エリナさんは農道側に両足を出し、草むらの中にうつ伏せになって倒れていた。携帯電話を所持していなかった K さんは慌てて付近の民家に駆け込んで異変を知らせ、その民家の住人男性、当時60代が119番通報した。エリナさんはすぐに岩井市内の病院へ救急搬送されたが、発見から約7時間半後の14時15分頃に息を引き取った。発見された時のエリナさんの服装は、半袖黒色ジャケットに半袖青色 T シャツ、ジーンズのハーフパンツ姿で、着衣に乱れはなかったが、靴を履いておらず、靴下の足裏には汚損の痕跡が認められなかった。着衣のポケットからはサイゼリア岩井店のレシート、自転車の鍵、そしてデイリー山崎公民館前店で購入したキーホルダー型の工具が発見された。しかし、エリナさんが所持していた財布とプリペイド携帯電話、レイパックがなくなっていた。また履いていた靴もエリナさんが放置されていた場所から発見されなかった。エリナさんの遺体はすぐに司法解剖へ回されて検視が実施された。その結果、エリナさんの鼻からは出血した痕跡が確認。首には幅1センチメートルから2センチメートルの紐状のもので締められたあざの痕跡も認められ、臀部付近が湿巾で濡れていたことから、エリナさんの死因は紐状で首を絞められたことによる窒息死と断定。またエリナさんの首筋や腕には防御創の痕跡があることも判明した。これはエリナさんが凶器の紐を外そうとしてできたものと思われる。こうしたことから茨城県警は本件を殺人事件と断定。所轄の茨城県警堺警察署に捜査本部を設置して本格的な捜査に着手する。捜査本部はエリナさんの携帯電話の捜索と、現場付近の県道162号線の交差点に設置されていた N システムの解析や現場周辺の自撮り捜査。エリナさんが6月19日深夜から6月20日早朝にかけて電話やメールをしていた関係者全員の DNA 採取及び鑑取り捜査を実施した。エリナさんが使用していたプリペイド携帯電話についてはメール機能はあったが、ウェブ機能は搭載されていなかった。したがって、
当時流行していたいわゆる出会い系サイトへエリナさんが自分の携帯電話から接続することは不可能であった。本件翌日の6月21日、捜査本部はエリナさんの携帯電話の微弱電波をもとに位置特定の追跡捜査を実施した。すると現場周辺ではなく岩井市から約 70km 離れた茨城県央地域の中町現中市でエリナさんの携帯電話の電源が途切れていたことが判明する。だが微弱電波が確認できたのはわずか数時間で、その間における携帯電話の移動はなかったが正確な位置の特定はできず、現在も発見には至っていない。それから20日後の7月11日、現場付近で草刈りをしていた住民がエリナさんが発見された現場から東へ約300メートル地点の草むらでエリナさんが背負っていた灰色のデイパックを発見する。当該デイパックの中にはエリナさんが使用していたノートが入っていた。さらに同住民はエリナさんが発見された現場から東へ800メートル地点の草むらでもエリナさんが履いていたと思われる左足の赤のスニーカーも発見。茨城県警へ通報した。エリナさんが靴を履いておらず、靴下も汚れていないことや紐状のもので首を絞められており、あざの形状が首に巻いていた携帯電話のストラップと酷似していることから、本件の犯人は目撃証言にある白い車の車内でエリナさんが首にかけていたストラップを背後から思わず強く引っ張ってしまったことで、エリナさんの頭部が助手席のヘッドレストに押し付けられて首への締め付け力が増してしまい、エリナさんの意識が失ったことをストラップを引っ張った人間が死んだものと勘違いして、車を運転していたもう一人の人物が現場までエリナさんを運んで遺留品と共に放置したと推定される。しかし携帯電話だけはエリナさんとメールで松屋で会うやり取りなどをしていたことが警察に発覚するのを恐れて持ち去ったと推定される。この他に考えられる可能性が見当たらないからだ。本件の事件の概要を説明してきたが、すでに多くの違和感が垣間見える。リスナーの皆さんは氷室英介が感じた違和感にお気づきになられたであろうか。エリナさんの人物像。エリナさんは岐阜県で生まれたが、幼少時に両親が離婚。この時のエリナさんは兄2人と双子の姉が1人いる4人兄弟だった。エリナさんの母親当時39歳は別な男性当時37歳と再婚し、その義父と母親との間には後に弟や妹たち4人が生まれている。つまり平田家の子供たちはエリナさんを含めて合計8人となる。これだけ育ち盛りの子供たちがたくさんいる大家族ともなれば、経済的に困窮する可能性が非常に高い。案の定エリナさんの母親と義父が再婚した頃はとても前夫との間にできた4人の子供たちを育てるだけの経済的な余裕は全くなく、4人全員が養護施設に預けられていた時期もあった。これが現在日本国内の社会問題にして政治的な最重要課題の一つとなっている貧困層の一例だ。やがて4人の子供たちは施設を出て家庭に戻るが、詳細は不明ながら中学時代のエリナさんに重大なトラブルが発生して、エリナさんは児童自立支援施設に入れられることになる。しかしエリナさんには児童自立支援施設における生活が合わなかったらしく、それが要因かは定かではないが、大学病院の精神科に入院することになる。大学病院から退院したエリナさんは家に戻って家族と一緒に暮らし始めた。エリナさん一家が茨城県の佐島町に転居したのは2003年4月からで、長男と双子の姉だけは独立して引き続き岐阜県に残り、エリナさんはその2ヶ月後となる2003年6月以降に家族が住む佐島町へ移り住んだ。中学校を卒業したエリナさんは1年留年して、ギリギリながらも翌年の2004年4月に茨城県立岩井西高校普通科へ進学する。岐阜県時代の仲間たちはエリナさんが苦労をしていたこともあって無事に高校へ進学できたことを皆喜んでいたという。エリナさんはこの岩井西高校で唯一無二となる親友の A さんと運命的な出会いを果たす。 A さんは当時岩井西高校で同級生たちからひどいいじめに遭い、友達だった女子は
毎日のように A さんから離れていった。そんな絶望的な状況にいた A さんを救ったのがエリナさんだった。エリナさんだけは A さんから離れていくどころか、A さんのことを悪く言う女子に歯向かっていった。この詳細は後のシーンで述べるが、エリナさんの姿に A さんは強い信頼を寄せて、二人は固い絆で結ばれた親友となった。あくまでも氷室の推測だが、エリナさんは A さんに自身を重ね合わせたのかもしれない。だからこそ A さんを心配して放っておけなかったのだろう。 A さんから話を聞くと、エリナさんは見た目通りのボーイッシュな感じで、声もハスキーボイスだったという。服装もそうしたものを好んで着用し、女子高生が興味を引くようなアイドルやキャラクターには非常に興味が薄かった。エリナさんは基本的に明るく人懐っこい性格だが、クールな感じで照れ屋だった。得意な料理がチャーハン、好きな飲み物は午後の紅茶ミルクティーで毎日のように飲んでいた。部活動はバドミントン部に所属して A さんと一緒に汗を流した。なおバドミントン部には C さんなどの友人も在籍していた。だが岐阜時代のエリナさんを知る人物は、エリナさんは頑張り屋な性格の持ち主の反面、ストレスをうちに溜め込んでしまい、そのストレスに弱かったタイプだったという。その兆候が見え始めたのが本件の1週間前となる2004年6月13日日曜日からだった。この日からエリナさんの母親と義父が仕事を理由に生後2ヶ月の赤ちゃんを連れて岐阜県へ出かけてしまう。この岐阜県滞在はエリナさんが亡くなるまで続いていた。ちなみに岐阜の職種は運送業だが、この岐阜県滞在については一つだけ思い当たる節がある。それは氷室英介の考察で述べたい。エリナさんは翌日の6月14日月曜日から6月16日水曜日まで高校を欠席。木曜日の6月17日は14時30分頃に登校して担任たち学校関係者と話し合ったが、エリナさんは登校しない理由について、言いにくい、家に居づらいと明確には明かさなかった。またエリナさんは6月18日金曜日も一応高校へ姿を見せたが、授業は受けずにそのまま帰宅している。エリナさんが担任に言えなかった理由については氷室にはおおよその見当がつく。岐阜県時代から平田家における家事全般を母親に代わってエリナさんが一人でこなしている時が多かった。したがって両親が岐阜県に滞在すれば、その間は嫌でもエリナさんが平田家の家事全般を行わなければならない。またエリナさんは18歳の時計とも関係がうまくいっていなかったようで、時計に対してひどく怯えている様子だったという。おそらく時計から学校に行ってないで早く飯を作れよと家で怒鳴られていたのかもしれない。時計は本件2年後となる2006年に恐喝罪や強要罪、傷害罪、恐喝未遂で茨城県警に逮捕されている経緯もある。極めて凶暴性が高い性格といって差し支えはないであろう。本件当時18歳の時計が職に就いていたという話は全く聞こえてこない。よって時計は無職で家にいた可能性が極めて高い。エリナさんが学校に行けば誰も食事を作る人間がいない。他の幼い貞米がまだ就学前だったのであれば、その子の昼食が食べれない問題まで出てくる。エリナさんが朝のうちに昼食まで用意しておけばいいというのは短絡的だ。登校の用意や朝食まで作ってバタバタしている時にそんな余裕などない。それも毎日続けば精神的にも肉体的にもかなりの負担になってくる。したがってエリナさんは学校に行きたくても行けない状況下にあったと思われる。こうした理由ならばとても担任に言えるわけがない。言ったところで自分が惨めになるだけで何も変わらないからだ。エリナさんは両親とは6月12日土曜日に話をしたのが最後となってしまった。おそらくこの時に両親は、明日からしばらく岐阜へ行くから、その間は家事全般をやれとエリナさんに対して言ったのだろう。まだ16歳の少女に学校を休ませてまで家事全般を背負わせるのはあまりにも酷だ。エリナさんの両親はそうしたことを少しでも考えたことがあったのだろうか。事実、エリナさんは周囲に対してしんどいと漏らしていた。本件前夜に家から抜け出して深夜徘徊をしていたのもそうしたことがあったからだと思われる。エリナさんの立場になれば誰だって家にいたくない気持ちにもなる。近隣住人が
エリナさんは母親代わりとなって幼い弟や妹の面倒をよく見ていたと好印象を感じたとしても、エリナさん自身がそれを望んで日々行っていたとは限らないのだ。その上、エリナさんは友人のスイさんへなけなしのお金を貸していて、それが返済されない金銭トラブルまで抱えていた。自分を犠牲にしてまで他人に尽くす優しい性格の持ち主だったエリナさんからして、スイさんに返済の催促はできなかったであろう。エリナさんはスイさんを信じてずっと待っていたが、それが全くなくて、6月19日の午後に思わず親友の A さんへ愚痴をこぼしてしまったのだと思われる。スイさんの母親はシングルマザーだった。したがって、スイさんの家庭環境も決して裕福ではなかったと思われる。こうしたことから、スイさん自体もお金がなかったからエリナさんから数万円借りていたのであろう。スイさんの母親は本件当時、髪は金髪で口調が荒く、自家用車は白い車だったという。本件発生日となる6月20日の午前5時45分に、エリナさんは髪が金髪の女性が運転する白い車に乗り込むのを目撃されている。果たして、これは単なる偶然なのだろうか。異性関係。エリナさんの親友には A さんや B さん、そして C さんなどがいたが、異性関係に至っては3人の男性が浮上した。まず1人目が、こうなる男性だ。この、こうは、A さんによると、エリナさんの岐阜時代の彼氏ではないかと氷室に証言していた。本件の動画では、新情報の一つとなる。こうはエリナさんよりも年上な感じで、エリナさんは彼と話す際には、岐阜弁で話していたという。したがって、こうは日本人ということになる。現在も、この、こうなる男性の詳細な情報は全く不明だが、実在する人物であれば、さすがに茨城県警も存在を把握していて、こうを徹底的に調べ上げたであろう。しかも、岐阜から茨城となれば、距離にして 458km もあり、車を使用した場合は、高速の中央自動車道を経由しても、早くて片道6時間はかかる。こうなる男性が岐阜の人間であれば、車で移動したとして、岩井市までの N システムやオービスの自動車ナンバー自動読み取り装置に必ず引っかかる。鉄道も同様だ。乗り換え駅などの防犯カメラで、その姿がはっきり捉えられる。この防犯カメラの網をかいくぐるのは、事実上、不可能だ。では、こうに共犯者がいたとしたらどうだろうか。こうに共犯者がいれば、茨城県警は岐阜県警に捜査協力を要請して、こうにおける交友関係は徹底的に洗い出される。また、こうの交友関係者が持つ車のナンバーも、茨城県警は各地域の N システムやオービスと照合したはずだ。しかし、そうした人物まで捜査線上に浮上しなかったということは、そもそもこうは岐阜時代の彼氏とかではなかったのかもしれない。こうなる人物については、ある男性の可能性も出てきた。それは最後に述べる。次は、昨年の動画で氷室英介が最も犯人に近い人物と推察したスリランカ人の N 氏、当時36歳だ。N 氏は2000年12月にスリランカから来日し、在留資格は2001年3月までだったが、その期間を過ぎても出国せず、不法に日本に滞在し続けていた。数年前に廃業した茨城県三和町の自動車解体工場を、数人のスリランカ人仲間と引き継いで工場の2階に住み込み、廃車となった自動車から部品を取り出して、使えそうな部品を母国であるスリランカへ輸出していた。また、N 氏はエリナさんが発見された長洲の現場から約 1km ほど離れた岩井市の農家で、農作業の手伝いも行っていた。したがって、N 氏はエリナさんが発見された現場周辺の地理には非常に詳しかったと言える。N 氏は農家で春はキャベツ、夏はネギと収穫繁忙期にネギの皮を剥くなどしていた。就業時間は平日の朝午前8時から夕方の18時頃まで、どんなに暑くても愚痴一つ言わずに黙々と働いていたという。その日給は5000円から7000円が相場だった。農家側も明らかに不法就労だと分かってはいたが、忙しい収穫繁忙期には手が足りずに仕事を求める外国人をアルバイトで雇って働かせていた。N 氏は日本語があまり話せなかったが、農家の仕事は基本的に真面目だったことから、
農家側も使いやすいので雇っていたと思われる。 A さんに話を聞くと、当時は岩井市内で外国人を頻繁に目撃していたという。よってスリランカ人が岩井市周辺にいてもなんだ珍しい話ではなかった。なお N 氏は自動車は所持しておらず、移動手段は主に自転車であった。三和町から岩井市農会の手伝いも 10km の距離をかけて自転車で通っていた。 N 氏は農作業を終えて帰宅すると、綺麗な T シャツに着替えてから自動車解体工場の近くにあるコンビニへ毎日のように訪れていた。当該コンビニには毎回決まって135円する8枚入りの食パンを2、3袋買っていった。また土曜日にはスリランカの友人が来訪していたのか、1000円くらいのワインを買っていったという。 N 氏は本件の約3ヶ月前となる2004年3月にエリナさんを道端でナンパして知り合った。これはエリナさんが岩井西高校へ入学する前だ。 N 氏はエリナさんと交際していたと吹聴していたようだが、 A さんの話では N 氏の存在を全く知らなかったとの証言を得ている。したがってN 氏が2004年3月にエリナさんと知り合ったとの話も信憑性に乏しいと言える。ただしエリナさんが N 氏との関係を周囲にひた隠しにしていたのであれば、この限りではない。この N 氏に関しては別な事実から本件の犯人ではないのかと木室は前回の動画内で推測した。それはエリナさんが所持していたプリペイド携帯電話だ。N 氏は2004年6月22日に本件の捜査本部がある堺警察署に自ら出頭して、自身が6月11日にエリナさんから頼まれてプリペイド式携帯電話の本体と課金カード計1万数千円を佐島町の店舗で買い与えたと供述した。しかし6月22日といえば本件の捜査本部が立ち上がってまだ1日しか経っておらず、本格的な自撮り捜査や勘取り捜査はこれからという状況だ。エリナさんの親友である A さんですら N 氏のことは何も知らなかった。したがって捜査本部も N 氏の存在は本人が出頭してくるまで全く把握していなかったと思われる。つまりこの時点で N 氏が自ら警察に出頭して事情聴取を受ける必要性はどこにもない。そのままスルーしていればいいだけの話だ。なぜならN 氏は自身が日本に不法滞在しているのを自覚していた。その状況下において自ら警察署に出頭すれば入管法違反で逮捕されてスリランカへ強制送還されるのは目に見えている。にもかかわらず N 氏はエリナさんの携帯電話購入など本人たちしか知り得ない秘密の暴露をしている。仮に N 氏がプリペイド携帯電話をエリナさんに買い与えていないのであれば、エリナさんが6月11日からプリペイド携帯電話を所持し始めたことなど知らないはずだ。よって N 氏の供述は動かしようがない、秘密の暴露となる。事実捜査本部も N 氏の供述を裏取りして6月11日に佐島町の店舗で N 氏がエリナさんの携帯電話を購入していたことが判明した。まるで N 氏は切迫して堺警察署に駆け込んだようにさえ見える。法を犯してまで不法滞在していた人間が取る行動としては極めて不自然だ。 N 氏がこうした行動を起こす理由としては一つだけ考えられることがあった。それは大きな事実を隠すために小さな事実は認めてしまい、あえて母国であるスリランカへ強制送還されるのを早めに期待したのが目的としてあったことだ。その大きな事実が本件の犯行となる。 N 氏には本件発生時のアリバイは寝ていたと供述したが、それを裏付けられるスリランカ人の同僚たちが逃走してしまったので証明はできていない。しかし捜査本部は本件当日におけるエリナさんの携帯電話の通話先に N 氏が含まれていないことが分かり、ポリグラフも実施されたが結果は白で、N 氏を本件の犯人ではないと断定、捜査圏内から外された。だが N 氏は不法滞在者だったので入管法3条1項1号すなわち有効な旅券を持たない外国人は本邦に入国してはならないの違反容疑でそのまま逮捕され、2004年8月にスリランカへ強制送還された。木室としてはN 氏が135円のパンを買って食費を浮かしていたなどの経済的余裕がなかったにもかかわらず、
エリナさんへプリペイド携帯を買い与えていた理由も含めて本件の犯人ではないとは言えない。依然として疑いが強いままだ。またエリナさんは生前に自身のプリペイド携帯電話の入手について、交際している高3の男子生徒からもらったと話していた。エリナさんが言うこの高3の彼氏とは、おそらくこのことを指しているのだと思われるが、 N 氏がプリペイド携帯をエリナさんに買い与えた事実が捜査本部の裏取り捜査によって証明されている以上、エリナさんがなぜそうしたことを言ったのかも全く不明なままだ。さらには N 氏からプリペイド携帯電話を買い与えてもらう前に、エリナさんはすでに携帯電話を所持していた。 A さんの話によれば、エリナさんの携帯の番号が前と変わったのが印象として残っているとのことから、これはマスコミにも出ていない新たな情報となる。しかもエリナさんが6月11日以前に持っていた携帯電話は両親は全く把握しておらず、逆にエリナさんは義父から、なんで携帯持ってるのと聞かれたとの話を A さんにしていたという。この点については氷室英介の考察の時間で検証を述べたい。そして第三の男性がテレ朝におけるテレビの力が独自に取材して浮上し、捜査本部も本件の本母子と位置づけて捜査していた H 氏、当時18歳だ。捜査本部は一般の住民にも H 氏への疑いを強めている話をしていた。リスナーの皆さんにはここでその音声をお聞きいただきたい。これは別な意味で極めて重要なインタビューとなったからだ。トラックの運転手がどうのこうのって、それ教えてください。警察に聞いたらもう特徴は出てるっていうことはこの前聞いたんですけど、なんか今逃げてるっていう話。 H 氏は地元の運送会社に勤務していたが、本件当日の6月20日は会社を無断欠勤していて、本件2日後には失踪していた。捜査本部もこの H 氏には重大な関心を示していて、 H 氏が勤務していた運送会社に3回も訪れている。これに対して H 氏はテレビの力の取材で次のように反論している。エリナさんの事件については何かご存知でしたか？何も分かんないですね。会ったこととか、例えばメールを交換したこととか、そういったことはございますか？はないです。一度もない。はい、辞めたいと思ってたんで結局帰宅せずにいなくなりました。まあ、今回の件に関して警察の方が、まあ、出頭してくださいっていうことになれば、はい、いつでも出頭します。6月20日に何をされてたんでしょうか？はい、寝ていましたね。寝てた。はい、例えばそれを証明するもの、もしくは、証言して知ってくれる方とか、いらっしゃいますか？まあ、ちょっといないですね。警察署に放置されています。このように H 氏はテレビの力の取材で自身にかけられた疑惑を真っ向から完全に否定した。氷室も前回の動画ではH 氏が本件の犯人である可能性は極めて低いと述べた。その根拠が DNA 型鑑定捜査だ。本件が発生した2004年は DNA 型鑑定における捜査技術が飛躍的に進歩していた時期でもある。 A さんたち関係者は全員唾液などから DNA 型を採取されて鑑定されている。これは H 氏も例外ではない。犯人がエリナさんの首を絞めた凶器はあざの形状などからエリナさんが首から下げていたストラップで間違いない。汗から DNA 型を検出できる可能性は極めて低いが、犯人がストラップを強く握った場合、手のひらが剥離して表皮細胞がストラップに付着していれば、その細胞から DNA 型の検出は可能だ。にもかかわらず未だに本件が未解決なことを踏まえれば、 H 氏が犯人と断定できる物証は全くなかったのだろう。これはN 氏たちにも言える。しかし、A さんから寄せられた、こうなる男性の存在で、その状況が一変した。A さんによれば、エリナさんの彼氏であるコウは、年上で社会人かもしれないと話していた。また、テレビの力に寄せられた H 氏の情報は、エリナさんからの友人で、
茨城県警も彼を本ボシとマークしていたことがあった。さらにエリナさんは携帯電話を交際している高3の男子生徒からもらったと周囲に話していた。高3といえば年齢は18歳だ。H 氏も本件当時は18歳だった。よってこうなる男性は H 氏の可能性がある。さらには時系も当時18歳で岐阜県の出身者だ。したがって彼もこうである可能性が十分高いことを付け加えておく。署名活動。祝い西高校に入学してからの A さんは C さんたちから壮絶ないじめを受けていた。そのいじめは A さんを孤立させて精神的に追い詰めるという非常に卑怯なやり方で、先にも述べたように友達が毎日 A さんの元から離れていった。基本的にいじめをする人間は必ず徒党を組む傾向にある。これは一人では何もできない哀れな人たちがいじめの標的や仲間を作ることでストレス発散や自らのアイデンティティを見出したいからだ。しかしエリナさんだけは A さんにずっと寄り添い続けた。それに苛立った C さんたちは、 A と同じ目に遭いたくなければお前も A から離れてチラの仲間になれとエリナさんを脅した。だが若干16歳にして幾多の修羅場を経験してきたエリナさんだ。そのような生半可な脅しなど通用するわけがない。 A をいじめる奴は私が絶対に許さない。案の定エリナさんから略に一括されて、C さんたちは A さんへの表立ったいじめをやめるが、陰湿ないじめは裏で続けられていた。ちなみに C さんは6月19日午後におけるサイゼリア祝い店での会食のようにエリナさんがいる時だけは A さんのそばに来ていたという。 C さんたちによるこうした卑怯ないじめや裏切りを散々受けてきた A さんはそれを苦にして自丸未遂をしてしまう。いつもは淡々としている態度のエリナさんもこの時ばかりは A さんに対して感情をあらわにし泣いて叱った。何やってんだよ、私がいるだろう。そう言ってエリナさんは力強く A さんを抱きしめた。 A さんが不登校になった後もエリナさんは毎日峠工事に A さんの家に必ず立ち寄って顔を見せていたという。 A さんがエリナさんへお線香をあげるためにエリナさんの家に来訪したことがあった。この時エリナさんのお母さんは A さんに対して、エリナが話していました。友達がいじめに遭っているんだ、だから私が助けてあげるんだと話していました。お母さんからエリナさんの優しさを聞いて A さんは涙が止まらなかった。 A さんはエリナさんに大好きと言って抱きつくようなタイプだったが、エリナさんの方はいつも照れて塩対応していた。そんなエリナさんも一度だけ照れくさそうに、え、大好きだよと返してくれたことがあったという。 A さんはエリナさんとはわずか2ヶ月しか一緒にいられなかったが、もしエリナさんに出会っていなければ A さんは人生に絶望して自ら死を選択していた。 A さんにとって平田エリナさんは間違いなく命の恩人であった。自分を救ってくれた恩人に報いたい、彼女の無念を何とか晴らしたいと思った A さんは、今から2年前となる2022年6月から捜査強化の署名活動を開始する。これは完全に迷宮入りと化した本件の捜査を何とか打開してほしいとのことからであった。 A さんが茨城県坂東市全域となる1万3000件の家庭に署名お願いのビラを折り込みしてると、茨城県警から連絡が来て、本件は引き続き専従で捜査を継続していることが伝えられた。 A さんとしては茨城県警が本件の情報提供ホームページを2020年で更新をストップしていたことで捜査が打ち切られていたと思って再捜査を希望していたが、今も捜査を継続してくれていた茨城県警に対して感謝を示した。今月の5月9日にも A さんは坂東市の隣にある守谷市の駅周辺1万件に捜査強化のための署名お願いのビラを織り込んでいた。また活動歴が長い各事件考察系 YouTuber の生配信に A さんが自ら出演し、本件の情報提供や署名のお願いも実施した。茨城県議会議員とも連携を取っているとも聞いている。無論氷室英介の方にも A さんからエリナさんに対する熱い思いを語った音声テープを頂戴した。それは本件動画の最後に流したい。対照的に
エリナさんから金を借りていて、八坂公園での約束もすっぽかした C さんだが、彼女はエリナさんが亡くなった時にはひどく取り乱して号泣していたという。しかし、C さんは捜査強化の署名活動や、エリナさんが発見された現場に訪れて、冥福を祈ることを全くしていない。彼女における変貌の理由とは一体何だったのだろうか。氷室英介の考察。では、本件における私の考察を述べていこう。ここからは、あくまでも私の個人的な推測に基づく考察となる。それを了承し、承諾できる人のみご視聴願いたい。コメントはガイドラインを読んだ上で承諾できる人のみコメントしていただきたい。本件の考察については、まだ誰も言及や疑問として挙げていない箇所を氷室英介が指摘することで、事件の全体像をリスナーの皆さんに委ねたい。その理由は、氷室が新たな犯人を推定ながらも考察すると、A さんの署名活動に少なからず悪影響を及ぼすことだ。あくまでも今回は、情報刷新と捜査強化における署名活動の展開を念頭に再編集した動画である以上、そうした悪影響は避けたい。リスナーの皆さんには、どうかご理解を賜りたい。本件は最初から最後まで違和感で終わっていた。その違和感とは関係者における心理的行動の矛盾だ。その一つが C さんにおける八坂公園でのすっぽかしとなる。エリナさんは午前2時50分頃に C さんへ通話して、八坂公園内にいるので合流しようと決めたが、とうとう C さんは現れなかった。八坂公園内は一周するのに歩いて25分程度しかかからない。つまり、C さんに1時間も時間があって、八坂公園内でエリナさんを見つけられなかったというのは、まずありえないということだ。この点について、氷室は A さんに対してくどいくらいに何度も、エリナさんと C さんの2人は、実は八坂公園で会っていたのではないのか、それを B さんが隠しているということはないのか、と確認した。しかし、A さんは、B は信頼できる人間。絶対に嘘は言っていないと話していた。したがって、C さんは最初からエリナさんとの約束をすっぽかすつもりであったと思われる。これが一体何を意味するのかは氷室にもわからない。本件に関係するかも不明だ。また、エリナさんは A さんとは日曜日に会う約束をしていたにもかかわらず、土曜日深夜から日曜日未明にかけて、なぜか A さんにも連絡をしている。A さんは就寝中だったので連絡には気づかなかったが、エリナさんの性格から言って、こうした行動を A さんに対して取った理由も不明なままだ。さらにはエリナさんは時計にも連絡を取っている。その理由も依然として不明なままだが、問題はこの時計が6月21日朝までエリナさんがいなかったことや、連絡があったことも全く気づかなかったと供述していることだ。時計は当時18歳だった。若者らしく携帯電話を触らない日はなかったであろう。にもかかわらず、エリナさんからの連絡に全く気づかず、また、エリナさんの姿が見えないことをいぶかしく感じなかったというのは極めて不自然な話だ。そこには関係者しか知り得ない何かがあるのかもしれない。次は、白い車の後部座席に座っていた人間、すなわち本件の犯人はなぜ、最初から助手席に乗っていなかったのかだ。エリナさんの遺体には、背後から首を絞められた痕跡があった。これは動かしようがない事実だ。つまり、犯人は後部座席に座っていたから、エリナさんが助手席に乗ったのだろう。しかし、犯人も一人で後部座席に座っていたのであれば、最初から助手席の方に乗っている方が自然的だ。しかし、後部座席に座っていた犯人は助手席には乗っていない。状況から見れば、あくまでもエリナさんは、後部座席に座っていた犯人に対して話があったと思われる。それならば、エリナさんも後部座席側から乗って対面しやすく犯人と話をするだろう。助手席では、いちいち顔を後ろに向けて話さないとならないからだ。したがって、白い車の後部座席にはすでに、二人の人間が座っていて、エリナさんは、助手席に乗るしか選択肢がなかったのだと思われる。そうなると、白い車には運転手、エリナさんの首を絞めた犯人の他に、
もう一人いたことになる。エリナさんが危機感を抱く要因にもつながった可能性だ。そして次がこの似顔絵の人物だ。エリナさんは本件発生前にたびたび若い女性が運転する白い車に乗車していたのが目撃されているが、これはCさんの母親もエリナさんを車に乗せたことがあるので、目撃が混在している可能性がある。そして本件発生1時間前にも同様の状況が目撃された。エリナさんはこの直後に首を絞められたと思われるので、当該人物を割り出せれば本件は一気に解決できたはずだ。しかし20年経過しても全く特定には至っていない。そこで氷室がいつも言っている先入観を捨てる必要性が出てくる。それは目撃された当該人物は必ずしも女性とは限らないということだ。そもそも目撃者は一体何を指して当該人物は女性だと認識したのか。金髪で髪が長いのは何も女性だけとは限らない。事実そうした男性は世の中に多数存在する。しかも目撃された人物の衣服は上下黒のジャージだった。これだけではとても女性だと断定できる条件は揃っていない。したがって茨城県警がこの人物を本件のキーマンとして関心を示すのであれば、男性の可能性も視野に入れて捜査することを参考にしていただきたい。次は本件の核となる110番通報だ。エリナさんのプリペイド携帯電話からかけられた通報内容は次の通りだ。お金をすられた。どこにいるの？岩井のコンビニ。どんな人にすられたかわかる？見覚えのある人、岩井署の連絡先を教えて。岩井署はないから。堺署の電話番号は、だから堺署まで来てください。わかりました。今回も茨城県警のずさんな対応は厳しく批判するが、問題はこの110番通報の内容だ。我々は日々他人に物事を伝えるときは 5W1H というものを重要視する。この 5W1H とはいつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにを分かりやすく的確にまとめたものだ。しかしエリナさんの携帯電話からかけられた通報内容は全てが曖昧というか、現実味や緊迫感がまるでないものになっている。これが昨年来からずっと感じていた最大の違和感だった。ではエリナさんはなぜこのような緊迫感のない曖昧な通報に終始したのか。それは当該通報はエリナさんとは別な人物、つまり犯人が自ら警察にかけたものと思われるからだ。当該通報がエリナさんの携帯電話からかけられたからといって必ずしもエリナさん本人がかけたものとは限らない。白い車の助手席に乗車したエリナさんはすぐに身の危険を察知して110番通報をした。それがすぐに切れた1回目の通報だ。110番したエリナさんの携帯電話を犯人は後ろから取り上げる目的で強く引っ張ってしまったことで、エリナさんの頭部は助手席のヘッドレストに押し付けられて、首への圧力も短時間で一気に強まった。気を失ってぐったりしたエリナさんを尻目に、犯人たちはエリナさんの携帯電話からかけられた110番通報を逆手に取って、エリナさんがトラブルに巻き込まれた内容にして警察に疑われないように偽装工作をしたのだろう。しかし初めから計画していたものではなく、即興かつ適当に作ったものだから、こんな曖昧で現実味や緊迫感のない内容になったのだと思われる。エリナさんは生前ハスキーボイスだった。男性が声を曇らせて通報したとしても、エリナさんがどうかを判別するのは極めて難しい。今となってはエリナさん本人が通報したものなのかの確認も不可能だ。しかしこんな通報にまんまと引っかかってしまったのが茨城県警察本部通信指令室の職員だった。通信指令室の職員が110番通報を受けた場合、先の 5W1H を用いて短時間で状況を的確に把握しなければならない。これは通報者が犯罪に巻き込まれている最中にあるかもしれないからだ。しかし当該通報における職員の対応を見てみると、通報者の名前は聞かない、通報の何分前の出来事なのかも聞いていないどころか、その被害金額すら全く確認していない。無論
警察が捜査における一環で通報内容を秘匿している可能性もないわけではないが、残念ながらこの事案については全く当てはまらない。なぜなら職員がどんな人にお金をすられたかと具体的に聞いている部分を茨城県警はマスコミへ公式に発表しているからだ。しかも当該通報において茨城県警は現場に出向いた記録すらない。通報してきた人間が未成年と思われる人間かもしれないのだ。しかもこの時期の茨城県警は同じ未成年女性が殺害された佐藤舞さん当時15歳の事件を1年前から抱えている。そうしたことを鑑みれば、通信指令室の職員が基本的なことを一切確認もせずにずさんな対応を取ったのは緊張感がなさすぎると批判されても致し方がない。普通なら始末書ものだ。氷室がここまで厳しく批判するのには理由がある。茨城県警が氷室のように当該通報の内容に疑念を持ち現場に急行するなどの対応をしていたら、犯人を素早く確保できて本件が解決していた可能性もあったからだ。もう一つは捜査状況の漏洩だ。リスナーの皆さんにはこの音声を今一度お聞き願いたい。トラックの運転手がどうのこうのって、うん、それ教えてください。警察に聞いたらもう特徴は出てるっていうことはこの前聞いたんですけど、なんか今逃げてるっていう話。茨城県警の捜査員はテレビ局の取材に応じた地元の人間たちへ、警察に聞いたらトラック運転手がどうのこうの、犯人の特徴は出ている、今犯人は逃げていると話していた。無関係な一般人に対して秘匿にするべき重要な捜査情報をよくもまあ捜査員はベラ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 と話してくれたものだ。対象とされた一氏からすればこうした話は筒抜け状態になっていたであろう。捜査員が刑事事件において捜査の過程で入手し秘密であるべき捜査情報を安易に第三者へ漏洩することは決して許されない。国家公務員法第100条で定められた職務上知ることのできた秘密の定義の意味を茨城県警は本当に理解しているのだろうか。こうした茨城県警の行為は下手をすれば地方公務員法でも定められている守秘義務違反にも抵触しかねない案件だ。茨城県警には本件の捜査強化をするに至ってこうした点も真摯に総括していただきたい。現場の刑事ならこれがいかに由々しき問題なのかはすぐわかるはずだ。最後にエリナさんのご両親が岐阜県へ長期滞在していた理由を推定しておく。岐阜県においては創価青年大会が実施され、創価学会岐阜文化会館や創価学会岐阜たるい平和行動が在所するなど創価学会とは非常に馴染みが深い。つまりエリナさんの母親や岐阜がまだ生後2ヶ月の赤ちゃんを連れてまで岐阜県に長期滞在したのは仕事だけではなく学会への用事もあったのではないだろうか。特に旧岩井市の市民は家族ぐるみで創価学会の会員になっているのが極めて多い。これは地元が岩井市だった A さんも認めている。ならばエリナさんの母親や義父も例外ではないだろう。以前に岐阜県へ住んでいたのであればなおさらだ。本件における氷室の考察は以上となる。 A さんがリスナーの皆さんのために寄せてくれた音声を聞いて本件動画を終了とする。ちなみに A さんは SNS アプリの X でメアリーのアカウントで現在署名活動を展開している。それを踏まえてご聞きいただきたい。はじめまして、メアリーと申します。私は自分の気持ちを言葉にして上手に伝えることが苦手なのでうまく伝えることができないかもしれませんが、エリナのことを一人でも多くの方々に知ってほしい、そして忘れないでほしいと思っています。どうか最後まで聞いていただけたら嬉しいです。私は高校に入学して間もなくいじめに遭いました。周りの子たちは自分も同じ目に遭いたくないからと離れていきました。昨日まで話していた子が今日は目すら見てくれない、また一人になってしまうんじゃないか、どうしてこんな思いばかりしなきゃいけないのか
辛くて怖くてどうしようもありませんでした。そんな中エリナは私から離れていくどころか私のことを悪く言う子に歯向かっていくような子でした。本当に救われました。こんな子と出会ったのは初めてでした。人の悪意に決して飲み込まれないとても優しく勇敢な少女でした。でも私は弱い人間なのでいじめや裏切りに耐えかねて自殺未遂をしてしまった時、いつも笑っているエリナが泣き出し怒り出して、何やってんだよ私がいるだろうと怒鳴りました。そして抱きしめてくれました。その後私が不登校になってからもエリナは毎日登校前と下校後私に会いに家まで来てくれました。無理に学校に誘うわけではなく、誰もない話で私の気持ちを癒してくれました。エリナは私にとって命の恩人でした。出会いからたった数ヶ月なのに、当たり前のようにいつだって私の味方でいてくれました。何度も何度も救ってくれました。また明日ねと当たり前に交わした言葉、これがエリナと交わした最後の言葉になってしまいました。この時のことをずっとずっと後悔しています。この時無理にでも引き止めていればエリナは生きていたんじゃないか、もっともっとエリナの話を聞いてあげればよかったと。エリナは私をたくさん救ってくれたのに、私はエリナを救うことができませんでした。エリナはいつも毅然としていて、優しく勇敢で自分をしっかりと持っている強い子でした。でも心の奥底では闇や痛みを抱えていたのかもしれません。何度も私に SOS を送っていたのかもしれません。でもそれに一番に気づくべきだった私は、彼女がいなくなってから初めて気づきました。そんなバカな自分が情けなくて許せなくて恥ずかしくて、ずっとずっと自分を責めて生きてきました。犯人にぶつけたい怒り憎しみ悲しみを抱えながら20年間ずっとエリナを思ってきました。でも周りはだんだんエリナを忘れていきました。正直エリナを忘れていく周りが全員敵に見えて、真っ暗闇に一人ぼっち取り残されたような感覚でした。エリナは生きていたんです。一生懸命に生きていました。困っている人がいれば迷わずに手を差し伸べる、そんな子が殺されている理由なんてどこにもありません。誰が何と言おうとエリナは必死で生きていました。これからもずっと生きていくはずだったんです。それを忘れられてしまったら、エリナが生きていたことがなかったことになってしまいます。だから私だけは忘れない、たった一人になっても絶対に忘れない、そう思っては、一人で抱えるのが本当は重すぎて、辛くて辛くて逃げ出したい、全て忘れて生きていきたい、そう思ってしまうこともありました。でも私が忘れてしまったら、エリナは本当に一人ぼっちになってしまう。考えただけで胸が張り裂けそうな罪悪感に襲われました。そんなことを繰り返しながら20年、犯人は未だに見つかっていません。たとえ犯人が捕まってもエリナが帰ってくることは二度とありません。会いたくても会いたくてももう二度と会えません。エリナはもう何かを見る目、何かを聞く耳、何かを発する口、それらを使って人に何かを伝えることはできません。
どんなにひどいことを言われても反論することもできない。もう二度と帰ってこないエリナのことを憶測や噂で侮辱することはどうか控えていただきたいと思います。そして優しい彼女がどうか泣いていませんようにと心から願っています。どうか一人でも多くの方々に捜査強化のお願いのご署名をお願い申し上げます。最後まで聞いてくださり誠にありがとうございました。亡くなられた伊良田恵里奈さんのご冥福を慎んでご祈りいたします。合唱。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ当チャンネルのご登録と高評価、コメントやベルマークの通知設定、メンバーシップへのご加入をご願いいたします。氷室英介。